どうすか狩りの方、なんでやってないんすか。いや、ちょっとそれどころじゃないんすよ、今忙しいんですよ。ジョジョはいいよ、ジョジョ忙しいし、ジョジョのあるせいで全然進まねえの、クエスト。え？ジョジョのせいじゃない、吉川がやらんからよ。吉川前回でも一人でやってましたから結構辛かったっす。うん、どれも言っといじゃん。あんまりできなかったよね、でも、うん、だって私一人で19上がったもん。え、プールでも行ったの？そうそうそう、ちょっとプール季節外れの。ちょっと今回もハンターランク60何歩とかもあんだよ。そう、前回もあったよ。私も3度回りぐらいだった。私もなんか7とかだっけな。あれ G って19のところで止まった。わからへん。あ、髪の毛濡れて暑いわ。行くんじゃない。でも今は暑い。あー、皆さんこんばんは。あ、こんばんは。ちょっと今日私がお風呂上がりで石鹸臭くてすいませんね。いい匂いです、いい匂いです。てかブラシを持ってくるの忘れちゃって、ちょっと髪伸びたね。この髪がさ多すぎてさ、とてもじゃないけど乾かない。スーピオの風呂上がりが見えなったのピオだけ。せめてそれが無理ならバスタオル1枚。え、何バスタオル。風呂配信してください。風呂は配信しません。暑い。今日の、はい、なんだっけ、お題、美肌だっけ。忘れたね。確か美肌だった。スキンケアみたいになって、私すごいニキビできちゃってさ、なんか夏の疲れがさ一気に来たっぽくて、まあ変わり目だしね。すんごいニキビできちゃっててですね、今日はお風呂上がりだから有料ですかと。有料です、有料です。あの、皆さんね、今から言うコーナーに振り込んでください。いやー、もはやってはる。全然すまないよ。そうなの。どうですか感じは。まあ同じっちゃ同じなの、まあ、そうだね。ジャギー装備ですよ。ああ、もう最初も最初だな、ジャギーとか。そうですよ、あつい。一人だとやっぱ下手でね、全然進まなくて、もう村クエが全然進まなくて。村はまあそんなやんなくても。いや、今回村が、村のが大事なの。大事っていうか、いろんなとこに行けんですよ。一個の村じゃないのよ。あ、へえ、そうなんだ。船を、なんかキャラバンなんだけど、なんかこうやっていろんなとこに移動できるから、次の村、次の村とか全部村が違って、そうなんだ。アイルーの村とかいろいろあるから面白いんだよ。だからその村に行きたいなっていうので頑張ってるんですけど。なるほど、モンスターハンターの話で。モンスターハンターの話です。私がただ村に行きたい話ではないよ。やってねえから関係ねえ。やろうよ、やりたいよ。10月の末になってもみんなやっててくれる。帰るとしたらその辺だな。あ、お金問題ね。いや、忙しい問題。忙しい問題。買ったらね、やっちゃうから買えないの。もう超忙しくて、私今ちょっと原稿に追われてるんですけど、うん、10月27日に山崎じゃねえや、萌えさんの生誕あるんですよ、うん、ほうほうほう。そこで私薄い本を出そうっていう話になって、うんうん、すげえ出ないと思う。なんでそれ出ないって。原稿落ちる。落ちるんだ。落ちる。確かに。でもこの間ツイッターで言ってたら意外と反響があったんでね、頑張りたいな。山崎くんと吉川くんっていう薄い本出すんだけど、二人はね、二、うん、人組のユニットデュオみたいな、うんうん、デビューすることになった。アイドルなの。アイドルなのかな、シンガーかな、あんま考えてない。アイドルかも、うんうんうん、吉川くんはお高く泊まってて、うん、その知らねえけど新人の山崎誰だよみたいな、うんうん、まあでも僕がソロシンガーになる時の踏み台になればいいかな、組まされるんだね、というくらいの気持ちで組んだのに、うん、山崎の魅力にどんどん、うんうん、あ、これはってなっていって、うんうん、俺山崎と一緒に歌っていきたいんだってついに告白しようと思った時、うん、そのユニットが期間限定なの、最終日が迫ってて、終わっても一緒に歌ってくれよって言おうと思ったんだけど、山崎くんには実はもう一つ夢があって、これで歌手を引退しようと思うんだって先に告白されちゃって、あ、えってなったまま最終日を迎え、そしてみたいな本を書きたいんだけど、書ける気がしないでしょ、う
え、聞いてる分には面白くない。いやでもさ、だラノベすれば何ページだよと思って、まあ、確かに長いね。そうでも私も思った、下手くそだけど序章はもう全部文章でいいんじゃない。でなんか最後のシーンだけ漫画にすればいいんじゃないかな。どういうオチにしようか迷う。なんかそもそもじゃないや、ホモ。そうだからホモすぎない、一応純愛、全年齢純愛の素朴ホモ、ソモ、ほんのり、ほんのりソモ、ほんも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 りソモね。もうね、うまくいけば10月27日に、ディアステージ、スペース萌え 01A の方で、壁沢ですか、壁沢なんですよ、初参加にして壁沢で、素晴らしい。なんと萌え 01B にあの山崎萌えさんのスペースが、もういきなりお隣で、すごい緊張します、はい、大御所が大御所と隣で、なんとしても落とせないな。でもなんかね、10月27日に、うん、そのマジな薄い本の方の世界でもでかいイベントがあるらしくて、印刷所の締め切りがいつもよりすげえ早いの。ダメだ、ね、うわやばいみたいな。きついじゃん、うん、ダメだと思う、頑張るけど。あ、でもちゃんと本にするってことだ。せっかくだからって言われて一応考えてるんだけど、うーん、全然できる気がしない。フリー的な。そうですよ、フリー、フリーもう今やってる、やってる、いやあと10分ぐらいでフリーの最終回が始まるよ、ついに。モンハンやったことないモンスターを倒していくの。そうだよ、まあモンスターハンターだからね。誰かになんか聞かれたんだよな、どんなゲームなのみたいな。よしきちゃんだったっけな、うん、モンスターなのみたいな、自分が誰かに、誰だっけ、誰かに聞かれたんだよな、自分がモンスターになってハンターをなぎ倒していく話、ね、モンスターこうですみたいな。寝てたら罠とか仕掛けられて、んやろみたいな。そうそうそう、4人、最大でも4人までしか来ないでおらおらおら、それも面白そうだけど ね。そう、私さ、今日ツイートしたんですけど、ツイートしたんですけど、うん、セサミストリートの話、見た、私のツイート。わかんない。セサミストリートの制作会社が、うん、アーニーとバートはホモじゃありませんって発表したの。一人もわかんない。え、セサミ見てないの。あんまり。サニーデイスイープサーワーワーターの曲はわかるし、の人間みたいな、黄色いのがいたり青いのがいたり、黄色いのとオレンジ。あ、そうなの、そうなの。人間っぽい形がいて、え、そうだっけ、人間のが、あれ、エルも出てくるな、違う、エルも、それセサミストリー、あれ、クッキーモンスターはもセサミ、クッキーモンスター何色、青、あ、青か。黄色って鳥っぽいやつじゃないの。そ、黄色、鳥じゃない方の黄色がいて、あ、そうなんだ、レモンとオレンジみたいなのがいるの。うん、それが人間っぽい形なんだけど、うんうん、同居してんの。いやもうそれはで、ね、バートがなんか言ったら、うん、アニがうーんとかって来たり、うん、アニがわーってやったら、うん、バートがうーんって突っ込んだりしてんの。うん、ホモなんだよ。ホモじゃん。でも正式に会社がホモじゃない、うん、パペットですみたいな発表しちゃったの。パペットってどういうこと。こういうつがいじゃんすか。え、ん、え、なんかでも私はもうスーちゃんとか、うん、いろんな腐女子に負のやつもらっちゃってるから、うん、負のオーラを、そう、そう、ホモかホモかじゃないかは会社が決めるもんじゃないと、うん、そうなんですよ、2人が決めるんだと。いや、私たちは脳内で勝手に決めるんだ。だから会社が発表しても逆に煽るだけだなって思いました。そうなのよ、あ、そういう目線があったんだというのをね、より世間に知らしめて、うんうん、ここで否定するのって何かあったんですかみたいな気持ちにしかならないし、ね、なんか問題になるから沈下しようとしてそうしてるわけじゃん。より燃え上がるよね。何の問題があるの。わかんない、さっぱりわかりません、うん、私には。そうなんですよね。じゃあそんなわけで、はいはい、今週もですね、まあのんびりやっていこうかなと思うんですけど、うん、今週のお題スキンケアということで、はい、スキンケア関連のお便りをくださると嬉しいです、はい、お願いします。では行ってまいりましょう。吉川すなおとお耳に戻ったあのピュアラジオ、イエイエイ。暑い暑い暑いね。もう今日ちょっと自らから発される湿気がすごすぎて、はあ、雨だしね、もう脱ぎ出したいよ、ついに今日使えるラジオ。使えますね、今回も使えますよ、使えますよ。自分で使えますよっていうのもおかしな話ですけど、そろそろね、使える使
カエルメールマガジンを配信します。金を稼いでいきたいですね。ついに金になる時が来てしまう。オールナイトニッポンやらせてくんないかな。言うなまあでもね、深夜ならみたいな。深夜のさ、オールナイトニッポンやりたいんですよ。ちょっと行き過ぎた女子の本音もね。そうそう、オールナイトニッポンほどの懐の広さならば受け入れてくれるよ。受け入れていただけるのではないか。言うだけな。いや、いいよね。ではでは、今日もね、お悩みがちょいちょい来てるんで、ズバッと解決していきますかね。はい、ズバッと解決しないかも。タヌピオ相談室、イエイ。では今日は結構来てるんで、ズバズバいきますね。はいはい。にびたし三太郎さんからいただきました。ねむさん、すーさん、こんばんタヌピオ。こんばんタヌピオ。早速ですが、悩みについてです。先日はモンハン、そして近いうちにはポケモンが発売されたり、注目作が目白押しのゲーム環境にあるわけですが、ここ数年で私にゲームに関する悪い癖が出てしまいました。それはゲームを終わらせることなくゲームをやめてしまうことです。しょっちゅうだな。ポケモンなら四天王にボコボコにやられたので思いっきりレベル上げをした段階でやめたり、マリオならワールド8に進んだことに満足してやめたり、全てのゲームというわけではないのですが、半分ぐらいはクリアせずにそのまま売ってしまいます。この悪い癖を直すにはどうしたらいいのでしょうか。また私は大人ニキビが多いので、今回の放送で参考にしたいと思います。それでは。そうなんですよね。まあでも私も子供の頃からクリアしたゲームなんてぷよぷよとドラゴンスレイヤー4しかありませんでした。わかる。私ぷよぷよと、どこがゴールかによるけど、牧場物語はまあエンディングはちゃんと見てましたね。うん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 、やってみたいんだよね、牧場物語。めっちゃ面白いよ。死ななんでかわかんないんだけど、ドラクエがどうしてもクリアできなかった。ドラクエ絶対忘れるの、目的を途中で。目的わかんないの、閉じたら。もう1からね、一応全部やってるんだよ。やってるんだけど、今どこだっけかみたいな。いつもあとソニックはちゃんとクリアしてました。好きだけどクリアできないのは、なんていうのかな、横スクロール型格闘系、ファイナルファイトとかゴールデンアックスとか好きなんだけど、全然途中で死んじゃう。やっぱどんどん敵が強くなってきて、休めるわけでもないし、あのなんていうの、1アップキノコ的なものがあんまないわけよ。だからやりきったら終わりねっていう。そうなんだ、1アップキノコ画期的だよね。マリオは結構いけるもん。マリオ超ダメ、もうリリリリリリも早い、超早い。1の2。スキンケア気をつけないとな。そうよ、もう二十歳だしな。若っ。いいわね。今からやっといたらね、余裕っすわ。そうっすわ。ということで、ゲームはでも終わらせることなくいただいたとして、中古で買ったら、お、悪いとこまで進んでんじゃんっていうデータあるとちょっと楽しいから、別に私はいいかな。え、データ消すでしょ、普通リセットして売るでしょ。え、そうなの。割と中古で買うと大体あない。そう、私中古であんま買ったことないか分かんない。私スーハミさんとかよくやるから、中古でしか手に入るようがないんだけど、やりたいなと思って久しぶりに聖剣伝説とかロマサガとかファイナルファンタジーとか買うと結構しっかりやってます。そう、結構やりました。そう、その辺はクリアしてる。ファイナルファンタジー、クロノトリガー、クロノトリガーやったことある？ない。クロノトリガーはね、 RPG なんだけど画期的で、強くてニューゲームっていうのがあるの。一回クリアすると、その強さのまま1からで。それさ、夢のさ、あれじゃん、今のさ、お金持ってるままさ、昔そうニューアップじゃ流し買いたいみたいなさ。でもなんでそんなシステムになってるかっていうと、結構いろんな時代が混ざった話になってて、いろんな時代に共通する敵がいるの、でその敵をどの時代で倒すかで未来が変わるっていうゲーム、だから一番最初にやった時は割と普通にクリアするしかないんだけど、強くて始めたら始まった瞬間にもう倒しに行っちゃったりとか、そっか、いろんな瞬間でクリアすることによって、エンディングがなんか15種類かな、そういうのが。なんか面白い、面白くない、なんか、かなり画期的だったと思う。あれすごく昔のゲームだけど、面白いことするなって思う。面白そう。そんなシステムあるんだね。そうなんだよ、すごいよね。てかそのボスが決まっててっていうのがなんか泣けるね。そうそうそう、そうなんだよ。だからずっと、なんか地球の奥底に眠ってるみたいな感じで、だからどこの時代でもある意味悪さできるんだけど、主人公たちはその存在にどこかで気づいて、倒しに行くきっかけを見つけるんだけど、でも1ループ目は結構終盤っていうか、そう、どうしても終盤だし、
そいつがどれだけ悪いやつなのかっていうのをいろんな時代で見たことによってこんなに悪いやつなんだ、その未来に行ったり過去に行ったりする、だから未来はそいつに一回滅ぼされた後にボロボロの街だったりする。すごい。そういうのがそのこいつなんだ倒すことによって未来が変わったり、おー、初っ端で倒してることによって、てか、まあ、過去で倒したらとか、 その時代からもうずっと綺麗になっていくみたいな。でも逆にじゃあ壊れた未来で生まれたこの子はどうなるのみたいな、すごい葛藤の話もあって、やばい、そうすごいいいゲームだったんですよとてもおすすめです。それは、うん、心くる、あ、黒はあったんだけど、黒のトリガー、黒のトリガー、ね、私黒のトリガーの曲は知ってるよ。あ、有名だもん、たん、たん、どれだろう、あの、あれ、KZ さんが、そうリミックスしてるよね。そうえ、それはもうファミコンしかできないの。多分ね、あのリメイク的な感じでダウンロードとかでリリースでもできるんじゃないかな。リリースとか Wii とかってやってみようかな。でも泣いちゃいそう、そんなの。本当に泣ける。すごく泣ける。そうだよ。あ、決まっちゃった。A ちゃん見てるらしいよ。お、黒のキティエ。キティエ。寝なさい。明日早いんでしょ。あ、明日 A ちゃんも早くね。あ、A ちゃん。夢見が早い。夢見が一人で早いです。今日早いんでね、一時きっかりに終わります。きっかりに終わります。まあ、そういうわけで、あのゲームはやり尽くさなくても大丈夫、ズバッと解決。え、黒の野郎やってやって。では続きまして、っていうか私さ、もうゲームやるの大変だからさ、うん、それをさ、誰か DVD にしてくんないかなまあでも確かに解説で聞いただけでいい話だったなっていうことないでもない。アニメでやってくんないかな。アニメでね、うん、アニメってそういうもんだよね、すごいなって思うよ、うん、漫画で読むと時間かかるのが30分にこんな。そうなんだ、それで見たいな。そうなんだよ。では、お悩みウェッジさんからいただきました。ネムキュンスーちゃん、こんばんはネビオ、こんばんはネビオ。早速ですが相談です。電波組の皆さんは、レイやジッパーなど女性誌で取り上げられたりしていますが、チェックしたくても男の僕としては女性誌を買うのは非常に難しい。どれくらい難しいかというと、大人の本を買うよりも勇気がいります。もう大人の本って何？分かんない。大人の本でジッパーを挟んで買えばいいんだよ。ズバッと解決大人の本、あー大人の週末とか買っちゃう。大人の週末で買えんだろうと。大人の週末で挟めば大丈夫。エロ本ね。はい、では言っちゃったよ。はい、まあまあまあね、開かないようになってるしね、最近は。そうそう詳しくさんからいただきました。ネムキュンスーちゃん、コバタルビオ、コバタルビオ。早速ですがお悩みです。例に電波組インクが載ってるんですが、男性の自分にはとても買いにくいです。大人の週末で挟んで買いましょう。ズバッと解決週末やばいなんかもう彼女いますっていう顔で買えばいいじゃん。そうだね、あいつがさ、買ってこいっていうぐらいさ、なんか女が好きそうなプリンとか。あ、そうプリンこれかなみたいな顔でレイ入れて、え、ね、レイでいいの？レイとジッパー、はい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 、分かった、はいはい、あ、ちょっとタバコもくださいみたいな、なんかちょっと男っぽさを出して、急にみたいな感じで、はい、感じで、はい、では、続きまして、ゆうたんぺさんからいただきました。ネムキュンスーちゃん、こんばんはネビオ、こんばんはネビオ。さて僕の悩みなんですが、ここ数ヶ月とにかく疲れが取れません、うん、学校バイト遠征の毎日、全く休みがなくて疲労と寝不足の毎日。そこに9月20日から10月11日まで毎日バイトが入っていて、精神的にも辛いです。お二人に比べたら全然大したレベルじゃないと思うんですが、どうしたら少ない睡眠時間や休息で長く活動できますか？できない、できない。人間はそんなうまくできてないから、うん、短時間での疲労回復法があれば教えてください。なんだっけな、なんかヨガ的なやつで、なんか何秒かけて吸った倍、3倍の秒数で吐くみたいなのを大の字みたいなでやると、まあ、うまくできればなんだけど、その呼吸法ができるようになると、うん、その数分が何時間の睡眠に匹敵する。スーちゃんそういうの好きだよね。なんかさ、そういう顔のパックするとさ何時間寝たぐらいの肌が休息になるみたいな、そういうの好きだよ、ね、どこで見たのか知らないけどなんとなく覚えてるわけっていうのありましたので、大の字で吸った時間の3倍かけて吐く呼吸法を、うん、試してみてください。酸素を吸う、波紋の呼吸でズバッと解決。
なんだっけ、1秒に10回の呼吸をしてください。私はなんかドライヤーの熱を浴びる。出た出た大好きなやつね。続きましてのお悩み、吉川さん、ねむさん、こんばんは。こんばんは。お悩みですが、自分は子供がいまいち苦手で、靴屋で働いているので、お子さん連れのお客様も多く、仕事として接するのはまだマシなのですが、ねえねえ何してるのとか普通に話しかけられたり懐かれたりすると困ってしまい、ついつい敬語になってしまいます。どうすれば自然と子供と接することができるのでしょうか。燃える燃える。今は靴の整理をしているところです。何それ。その種類別に分けなければいけないんです。遊んでよ。お母さんはいないんですか。いるけど母は母はいます。敬語なっちゃう。母はいます。面白いからそのまま。でも父はいない。悪いことを聞いてしまいましたね。サイズはおいくつですか。10ぐらいかな。ちっちゃい子18とかかな。うむ、そうじゃ。これ僕のポケットマネーで最新のライダーなんとかです。あまりそういうのはよくありません。そうでしたね、失礼いたしました。ズバッと。いいじゃない、子供嫌いな人も別に。嫌いとまでは言ってないけどな。別にとか。でもちょっと敬語で子供と話してるのが面白いので私は、かわいいと思う。私はそのままで思います。慣れないでいきましょう。じゃあ多分お悩みは解決できた。ジェットケンさんからいただきました。バッと解決。台湾でこれだけは食べておけというものがあれば教えてください。僕は夜市っていうね、で売っているトマトの飴がけタンフールーがおすすめです。よろしくお願いします。食べたことない。なんか梅干し飴みたいな感じかな。私は台湾でこれは美味しかったなっていうのは、卵豆腐の、なんていうの、だし、だし、揚げだし豆腐みたいな。卵豆腐が揚がってるっていう状態。だしはかかってなかったね。でなんか漢字がなんか老婆の皮がなんか若い娘がどうたらみたいな感じで、ほうほう、外がちょっと老婆っぽいんだけどなんかプリンプリンみたいな。なるほどね。すんごい美味しかったんで。老婆と小娘との、そうそうそう、コラボみたいな。老婆に見せるか小娘の。これはっていうね。おすすめです、はい、私は台湾ちょっと行ったことないので分かりませんが、はい、適当に小籠包とか食べたいなという気持ちです。おいしい、おいしいですね。ズバッと解決。では全ての悩みを多分解決したと思うので、子供はソファーにぶん投げとけば喜ぶと思ってます。イエーイ。では今日の、普通のお便りいきたいと思います。普通のお便り外のコーナ ー, コ ー, ナー。では美白についてみりんパパからいただきました。みりんパパ、あ、ハテナになった。ハテナ出たー。どういうことよ。こうやって言葉聞こえてっかな。聞こえてるときは聞こえてるよね。苗字でな、子供に笑われた自分。あ、台湾はそうですね、かき氷が素晴らしい。確かに、ね、本当に美味しい。マンゴーとかのね、かき氷最高に美味しい。こうマジフルーツ、マジフルーツでも売れ売れです。つまりもう白クマみたいな感じだ、ね、違う、いや分かんないけど、もうね、そのボリューム感、そう、うん、もうね、氷がポッ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 。かき氷今年食べてないですよ、てか私今年海にも行ってないし、プールにも行ってなくて。白魔女の撮影でプール行きましたし、あ、見ました。白魔女から行ったんですよ。ギリギリ最終日に友達と行けて、それでさ、眼帯してて私、物もらいだったから、そしたら友達も物もらいで、わおって、もう完全に中二合わせみたいになって、2人してそうで、あ、今日は中二病合わせなんですねって桜子にも言われて、いや、そんな違うんですって言ってもねって言ってあ、そんで、あ、また出たね、ハテナ。まあ、ハテナでも全然聞こえてればいいんですけどね。マジラジオ。そんで、ゆめみさんが、すげえ泳ぐのあんまある、あの、はい、もう演技、演技そこの映像流れてたんで、演技ですけど、あれはね、演技とは思えなかったですね。本当に渾身の、すごいですね。
なかなかアーは水をかかないって感じの、はいはい、ね、水の中での、うん、なんていうのかな、体の浮かし方全く知らない人の動きみたいな感じですごかったです、ね、もう本当に、うん、まあ、泳げない人っていう検索で動画かけて、うんうん、まあ、これかなっていうのを、まあ、完コピさせていただいたんですけども、そうよ、なん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 そうに決まってるわ、まさか水の中でギャグかと思ったよ、そうだよね、いらららいらら毛伸び11メートルが最高記録です。毛伸びパワーすげえな毛伸びで伸びる、毛伸びでいくしかねえ、毛で伸びるには定評がある、高身長を生かして。でも確かに、はい、毛伸びで負けたくないみたいなのあってありました。毛伸びの強さがさ、ちょっとしたこうあるわけです、まあ、毛伸びがプレーンな能力だと思いますよ、まあね、みんなにもう通して言えるというか、まあ、正直私も無駄に足が太いわけじゃないっていう脚力ありましたから、ドゥンってダンっていきましたよ割といきましたよ言うてもですよ、うん、言うても書いたりしちゃったらズルですから、うん、進むための何かですからそれは、うんうん、そんな進むに決まってますからラジオ感アップ、映像は有料、そう、今はね、絶賛裸で放送してますけど、そうなんですよ、ごめんなさいね、見せられなくて今一番使える時ですそう、結構ネタのピオリスナーの方もちょいちょいいらっしゃって、ありがとうございます。あ、そうですね、これは今、ラジオ局へのね、はい、あの宣伝、アピールタイムです、うん、私たちの、そのタイミングで発表私たちの声がいかにラジオに向いてるかという、うん、そうですね、じゃあちょっといい声で喋ろうかな。そうですよ、いや、おはようからお休みまではい、暮らしを見つめるタヌピオの時間です。はい、まあホモから、うん、ホモまでホモしかなかった、ゲイからホモまで、ゲイからホモひどい、いや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 、泳げないんだ、ブブブブブっていうのを笑ってるのを見かけました。そうなんだよね、その映像を見て、いやありゃひどいなってずっと言ってた。どういうことマジでマジなの、ひでえな、走るのもすごい遅いですね、シーン。いやでも結構さ、隣のとかにさ、うん、あの、なんていうの、ディアメンさんとかね、いらっしゃる、うん、いらっしゃりつつ、うん、もうその友達ともう10年くらい付き合い長くて、うん、で、年も同じで、うんうん、で、なんか割と、なんていうの、こうリアルな恋愛話とかをすごい普通に聞いてて、うん、こういう男は嫌だよねみたいな話にズバッとなってきてて、で、あ、隣の人に静かに聞かれてる気がすると思いながらまあいっかと思って胸に手を当ててみたいな、俺はダメな男だっつって何のあれ知ったんだけど、すげえ面白いし超リアルだなと思いながら喋ってた。旦那の話とかそういう感じ、彼氏の話、ね、あ、でもなぜかお互いに、うん、金を持ってる男はあまり好きにならないねっていう話になりつつ、でもその子はついに今好きな人はちょっとお金持ちなのって、あら正しいそれだよってそれだよみたいな、いやもっと自分がねすごくこうクールだったらね、うん、ああ彼と結婚したらまあこうチキチキチキチンこのくらいかなみたいな、うんうんうん、打算のみで生きていけるならば、うん、ある意味苦労しないルートを選べる、ね、ちゃんと生活力のある人というか、うん、そうですか、そこを割り切れないのはなんでだろうねみたいな話をしつつ、なんでしょうね、あ、スーパーマリオのコイン出てくる箱みたい、チキチキチン、お、流れたかな、戻ってきたかな、いけてますね。それではそう、みりんのお父さんのメールだった。今回のテーマ、美肌についてということで、はい、化粧品会社勤務の私への指針ではと思い、わお父様、パパ、ありがとうございます。よくあのみりんからお裾分けをいただいております、うん、そうなんですよね、シャンプーとか乳液剤とかいただいて本当にありがとうございます。タヌピオ宛てにもぜひいつでも重ねがお願いいたします。よろしくお願いいたします。曲がり角もね、そろそろ曲がりきってくるんでね。曲がりきっても、二度目のカーブよ。お二人はスキンケア商品の三大テーマをご存知でしょうか。わかんない。1に美白、2に乾燥対策、ほう、そして3にシワ対策。はっ。よく言われるのがこの3つ。ネムさんはこの3つとも無縁な理想的もちもち肌ではないでしょうか。いやいや、やんなことないんですよ。うちの娘はジグロでアトピー気味の乾燥肌。ちょっとお父さんバラさないで、お父さん娘商売道具だから、うちのちょっとかわいそうになってしまう。ちょっとお父さん、お父さん、お肌に、夏の疲れが出ているそうですが、しっかりスキンケアしてね、それではまたって、結構シンプルにお父さんやり方教えてやり方
この商品とか。お、今日バルトナインで白魔女学園見ました。さすがネムさんトーク力高いわ。ありがとうございます。あのですね、もう、ステージの前に立ったらもうパッとお父さんが見えまして、ミリパパどうもと思いながら喋ってたんですけど、人の親がいるにもかかわらずひどいトークをね繰り広げたんですけど、それくらいがいいってな。でみりんちゃんにミリパパいたよって LINE したら、トークうまいって言ってたよって食レスきまして、ありがとうございます。明日はねみりんちゃんの回ですので、そちらもぜひ皆さん、ぜひぜひ、平日なのでね、もしかしたら空席あるかもしれないんで、早めにご予約お願いいたします感じです。じゃあなんかスキンケアしてますっていうかね、最近乾燥がひどくて、なんかやっぱいきなり乾いてきたよね、空気が。そう、で結構でも私もさっきも言ったけど、テレ朝動画とかで海に行って、もう V 字に焼けちゃってるんですよ、骨とか。そうなんだ。うわーって感じですし、もう乾燥とかで化粧のノリが悪い、けど油も出るみたいな、もう難しい感じになって、ニキビもすごいし。なるほどね。まあ、睡眠かなと思うんですけど。睡眠も大事です。スーちゃんは昔からすごいさ、気にしてるとか、洗い方もこう、そう、手をつけないようにファシャ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 ってやったりとか。あ、いや、そうでもない。なんかこうやんないじゃん、シャワーは。あー、なんとなくファシャシャシャってやって下からかけたりしてる。なんかこう、こういう返しでやるとか。そう、優しさでかけて。なんかね、じゃあ私のやってるスキンケアってほどでもないんですけど、一応日常的にやっているのが、洗顔したら、最後に水ですげー洗う。あー、引き締め？まあ、引き締めもあるんだけど、目安としてはこれ、これあるでしょ、バシャリ、を30回以上っていうのがあって、でそんぐらいやってるとなんか肌触りが変わってくるんだよ。へー。でもめんどくさい時はシャワーをずっと下からちょっと優しめでブワーってずっとかける、まあ、およそ30回。そうですね、まあ、水なんだ。水がでも冷たすぎたら水とぬるま湯の間くらい。あ、でも逆にお風呂に、てか全部洗ってお風呂に湯船に浸かってる時にやれば体も寒くなるよね。でも多分お風呂出る寸前の方がいい、最後がいいと。でお風呂、湯船に浸かってる時はパックをするといい。へー。普通の場所でやるよりも湿気があってすごい浸透するらしい。あまりやってないけど。で洗顔終わったら30秒以内に化粧水をつけるといいらしい。化粧水とか、で化粧水つけたらつけたで、その後化粧水がなんていうの、乾いていくときに肌の潤いをが一緒に飛んでいくから、化粧水つけたら OK って言うんじゃなくて、乳液で蓋をする的な。美容液そうなんですよ。私の敗因は化粧水が見当たらないっていうのが。なん、どうなってる？敗因。化粧水買おう？敗因です。敗因だね。敗因だよ。先に乳液つけちゃったりね。割とまめにパックしますね、私。1週間に3回か4回ぐらいしてる気がする。パックは結構しちゃっていい気がする、ちょっと賛否あるんですけど。そうね、いっぱい入ってるさ、なんかその高いパックをいつもすると肌はまやかすみたいになるけど、私もなんかもういっぱい900円で30回分入ってますみたいな。あれいいよね。もうそういうのでいいと。しもあれを洗面台に置いといて、ひゃってやれば化粧水いらずだし。洗顔後に結構やっております。そうですね。あとなんかあったかな、そんぐらいかな。あとはなんとなく何年か前からずっとやってるんですけど、サラッとした化粧水とトゥルッとした化粧水の2つを使っています。なんとなく風呂上がってすぐはスプレーでサラッとしたやつをシャーってやって、私もあのある温泉みたいなやつね、そうそう、そういう系のってやってから、トゥルッとしたのをひたひたっとして、それから乳液をとか、そういう感じが。ちょっと乾燥肌の極地に至ると油が出るんだって。そうなんだよね、難しいんだけど、つけたらベタベタになっちゃうって思うかもしれないけど、つけないとどんどん油出しちゃう。だよね。だよね。これこそ使えるラジオです、本当だ。何うま化粧水をあちこちに置きましょう。そう、さわちゃんがすごいね、いい石鹸とかね、いい入浴剤をくれるんでね、ちょっと女子力が上がってるんですけど、みんなのねプレゼントでね、ゆめみさんはね
若干生きてるところがあるんで。じゃあ私もちょっと。ちょっと入浴剤とか本当に助かります。いいっすね。美容は大事で。まあでも、ニキビで悩んでる系の人はよく流すだけでも結構、残った石鹸で荒れてることが実は多いらしいです。あとこうやってやるとついつい最後の汚れみたいなのが顎に溜まるらしいので、はいはい、最後に顎を充填できてぐらいかな。顎にニキビできるのってそれだねきっと。そうなんだね、うん、私はそれを知ってるのにすげえべき。それはまあなんか体調とかにもよりそうだけどね。まあ、でも確かにここ半年くらいはあんまできなくなってきたかも。ではデブーさんから足の太さは負けませんとメールをいただきました。ナイスファイト。足の太さは多分スーちゃんの4倍くらいあります。メタボの見本のような体型でも食欲不振で深夜ご飯を食べたくなりました。メタボデブ。つい名前が普通の普通のデブになっちゃう。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。さて、おチーママ崩れマミキュンからいただきました。おーマミキュン。ネムキュンスーちゃんこんばんは。こんばんは。私はもともと色が白いのですが最近屋外プールに行って、すごい日焼けをしてしまいました。一緒よ。ネムキュンスーちゃんの日焼けした時のアフターケアとかが聞きたい女子っぽい質問を心がけました。あれ切れた。小僧くん切れた。終了しましたって出てるよ。あわわわわわ、なんかいいハム食ってやる。いいハム、おいしいハムを食べよう。ヒュー、切れてないのかなこれ。枕カバーも毎日変えよう。毎日は大変だよ。枕カバー毎日買えるってことは7枚はいるよね。そんなにいらない。3枚ぐらい。3枚ぐらい。うまいぞ。あれ。でもしょっぱい。あれ、今日はこのまま終わりか。まさか、まさかの。え？映ってる？何でしょ？スマホだと映ってるっぽい。あれ止まってないのかな。みんな聞こえる？暑い。うん。髪切りたい。じゃあ、見えてる。お、見えてる。みんなが見えてるならいいかな。じゃあ日焼けのスキンケア。日焼けのスキンケアは。やっぱやけどと同じだから冷やすしかないんじゃない？うんっていうね。っていうかなんかもうなん、うん、その日焼けしてからの2日間が勝負みたいなこと聞いた。おお。その後いかに冷やしていかに水分を与えるかみたいなのが大事なんだって。そうだね。しこの間さやけどしちゃってさ、うん、思いっきり熱くなってないと思ったコテ掴んじゃって、うわっ、おーこれはと思って結構掴んじゃって、やっぱりね、これやばいだと思ってすぐに水とか氷水で冷やしたんだけど、まあ、すぐに冷やしたから水ぶくれにはならなかったんだけど、けどもでも痛みが引くまでずっと冷やして6時間ぐらいかかったんだよ。しかもちょっとただれちゃってでもツルツルでしょ、指紋ないってなんかね、ツルツルと仕掛けたんだけどある程度冷やした段階で、うん、キズパワーパッドがいいって言うからそれをもうババーって貼って再生能力というそんでずっとアイスノンみたいなのをこう握りしめてたんだけど、模範中の模範じゃないですか。それくらいやるともうすごい綺麗に治りました。全然キズパワーパッドがいいんだ。でもね、普通のなんていうの、普通の日焼けじゃそういうレベルじゃないし、そうだよね、こうこれ塗るとそういうことになるみたいなやつ。日焼けケアでもやっぱ飲むのっていうかさ、ビタミンとかで内側からやっていく方がシミとかはなさそうだけどね。確かに飲むも多い、ね、普通にハム食べてるとことか映ってる。やばい、ハムうまかったじゃん。映ってたのかい。
ではでは、どうしようかな。お、シュノポンさんからいただきました。スーさん、ネムキュン、コマタのピオ、コマタのピオ、白丸小学園公開おめでとうございます。ありがとうございます。忙しくて残念ながらまだ拝見していません。ごめんなさい。来週には必ず見に行きます。待ちしてます。私事ですが、10年住んだ恵比寿の風呂なし4畳半を離れ、お、現在引っ越し真っ最中。お、引っ越す理由は近所の銭湯が不況の煽りを受け閉店してしまったため。へ、瓦屋根の感じがとても良かったんですけど残念です。引っ越し作業中にこんなフライヤーを見つけました。東京キネマクラブのイベントのもの。スーさんキュートだし、ネムキュン髪長いし使えるやつだ。リリン先生は今以上にまんまる。おお、懐かしいな。懐かしい。ピオラビじゃん。ピオラビだね。ピオラビ。そうだよ。マオン。ね、リクちゃん。そしてあれですよ、西村めめさん。西村めめ。西村めめやば。霧島和歌。古川みりん茶髪。みんなね、ソロだね。ゆめみねむ。毛長い。毛長い。この時爆乳ですね。毛長ネムです。爆乳。今はもう亡くなってしまったのに。このフライヤーをちゃんと見ていればもっと早くに天才の活躍を目の当たりにできたのに、ただいま全裸で後悔しています。ただの変態じゃないか。いつも楽しい放送ありがとうございます。季節の変わり目を体にお気をつけて。いいですね、引っ越し。ね、そういう時期ですよね。でもなんか、なんとなく私今のところあんま引っ越しの予定ないな。いつも3年に一度は動いてたのに。珍しいぞ、ついに住処を見つける。お、でも結局は秋葉だったんだな。秋葉に歩いて行けるところっつって。いいよね、離れられなくなって。タヌピはやれなくなっちゃうからね、あんまり離れたら。そうそうだよね。そう、どうなんだろうね。ディアセン住むのがベストなんですけど。キティさんからいただきました。タラさん、ピオさん、こんばんしろ魔女。こんばんしろ魔女、ごきげんよう。ごきげんよう。先日僕は噂のしろ魔女学園カフェに行ったのですが、お、入って間もなく眼帯コスプレ合わせをした超絶美女2名がお店に入ってきました。なんだそんなやつは。いやー、さすが白魔女学園、眼帯コス合わせライテンとかレベル高いわ、高まるわと思ったのですが、よく見ると、片方は吉川さんじゃないですか。そして当然カフェ内で流れていた白魔女の映像の中で、身長170センチのタヌキが溺れている映像を見て、ひでえ、ひでえ、泳げないんだって言っているのも聞き逃しませんでした。ひでえ、全員ひどい。白魔女カフェ、残念ながら終了してしまいましたが、白魔女学園は今度見るので、ね、タヌキが溺れるシーンを楽しみにしようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。というかですね、こうやってインターネットを通して見てくださってるという方は、うん、ぜひテレ朝動画などなど、うんうん、プレイステーションストアのとかでもね、実は買えるんですよ。なのでビータに入れれるわけですよ。プレイステーションストアだったらプレステ3とかもの見れるはずです。なるほど。じゃあ結構な大きなお家の画面で溺れる夢見をスロー再生したり、はいね、コマ送りしたりできるわけですね。できます。コマ送りとかできますので、ぜひそちらも。いいしかも、うん、劇場版と違って配信版はなんとセクシーシーン多めということで、まあ、じゃあもう配信版でいいじゃないですか。いや嘘です、まあ、どっちも見てよ。嘘です。でね、なんかみんなの声があれば、ね、劇場 DVD、ブルーレイなどもあるんじゃないかと、ね、せっかくだから完全保存したいです ね、はい。まあ、ねダウンロードするのもお手軽でいいんですけど、物に残んないと何かあった時もう二度と見れないっていうのは結構きつい。しかも多分 DVD になったらもっとセクシーシーンが入ります。じゃあ DVD を待ちましょう。まずは劇場に行き、ダウンロード発表までにずっとダウンロードを見て、DVD 化してくださいっていうのを応援してね、送り続けると。なんとか。いやセクシーシーンがあるのはいいな。来年東京に移住する。お、待ってるよ。北海道で美容師になるんじゃないのか。いや、なんかこっちに受けに来てたんだよ。あ、だからか。そうそう、タヌキ水没。タヌキ携帯じゃないんだから。やばい。私はまあ普通に泳ぐのは普通です。走るのは早いんだっけ。走るのはね、そう、アイシールド21っていう漫画に書いてあった走り方を参考にしたら、はいはいはい、結構速い。アイシールド21って論文の人の声のやつ。あれ
そうだっけ、そうだっけ、なんか忘れちゃった。あれでしょ、 こういうやつでしょ。そうだそうだ、ひるまさんの声だ。そうだった、そうだった、懐かしい。そうなんです、あの、そうそうそう、お、ひかり TV でもやってます。チェックよろしく。それでは食レポがやってます。そろそろ終わりの時間が、終わりですよ、迫ってきてしまったので、すいません、今日は特にメールをあまり読みきれなかった。来週はもう10月ですね。10月ですね。どうしましょう。10月の2日。うん、うわー、 WWD2 発売日やんけ。もう来週なの。早いね、1週間だ。怖い怖い怖い。10月なんてずいぶん先に出すんだなってロットぼっちの時は思ってたけど、はい、そうなのね、早いわ、ね、ということは私はまあイベント後というか。大丈夫？それは全然大丈夫ですよ。じゃあなんかテーマ決めてくださいよ、それっぽいやつ。10月2日は WW、まあ、イベントが D2 っぽいあります。お題を、人生の壁、人生の壁を。暗い？いや、いいんじゃないですかね。でも結構真剣にたまには語ってもいい。そうですよ、ガチで無理だなみたいな、電波組やめなきゃいけないかもみたいなぐらいの壁とかさ、うんうん、そういうことって意外と言わないだけでおのおのぶち当たったりするんですよ。ぶち当たってない人もいますけども、うんうんうん、なんで今も普通に楽しく仕事に行ってますけど、こういう時はこうでした、でもこうなって大丈夫でしたとか、うん、今こうです、人生の先輩方教えてくださいなど、まあ、ちょっと壁にぶち当たったこと、まあ、恋愛とかでもいいです。うん、うん、そうですね、恋愛の話、人生の中でぶつかった壁の話、何でも、はい、何でもそんな感じで、じゃあちょっと頑蓄のあるお便りがいただけるんじゃないですか。はい、ガツンとね解決できたり、うん、まあ、話聞くだけになるかもしれないですが、うんうん、送っていただければと思います。お待ちしてます。ではこのまま1時からは東京 FM でマクちゃんの秋葉ノイズが放送しておりますので、そちらをチェックしたり、はい、録画しているようでしたら、今日はフリー最終回でしたので、私も見ないきゃ、最終回か。ちょっと蛍の光も多分ね、もくちゃんのラジオ流れるんで、私のそちらも買っていただければ。聞いてみ、まあいいか。水野さん、毎日壁。水野さんね、トイズファクトリーの方になればもうそうですよ。壁をね、水野さんの周りは壁のなんていうの、瓦礫がすごいことになってる。これまで破った壁の数、確かにいっぱい積み上がってるわけですね。あ、NHK でもあるんじゃない、みりんちゃんともがちゃん出るやつ。あ、そうなんですか。そうだろ、そうだろ、よくわからない。またない。人の仕事の日程を把握していない。自分で精一杯じゃない。そうなんですね。あ、やっぱ落ちた、最後の最後で落ちた。声は聞こえてんじゃないの。聞こえる。原稿頑張って、ありがとう。そしてスノボのみたいにさっぱりしたよし。あ、ん、しかもスノボの顔が好物です。飲めてんの。しかもよく見たら古川だった。古川ちゃうわ。よくあれ間違いなんだよね。川かけてんのに。そうなんだよ、川間違ってるけど。お、声は大丈夫。川かけてんのに。じゃあごめんね、声は大丈夫らしいから今日はこのまま終わりますかね。終わりましょう。うん、やっぱりね、こうやって、うん、みんなが想像している中で一番可愛い夢見ねむと、はい、うん、もしくは砂を想像して、どうもどうも、素のものみたいな顔ですけど。古川ちゃうわ。古川ちゃうのよ。
よくあるのよ。私もさ、夢見ねばブサイクとか書かれて、夢見が見が違うと誰だってなるから、うん、脳幹ですから。知識浅いのに叩こうとしちゃって。そうだよ、知識浅いのに叩いてんじゃねえっつうの。あと知識濃くて叩いてるやつは結局好きなやつだな。そうだよ、掘ってんじゃねえよ。なんだこの終わり方。結果ディスで終わる。そんなディスられないから、私ディスられるほどのね存在じゃないんですよ。ディスられる放題ですよ。めみさんはね結構出る食いタイプだからしょうがないんで。ムカつくよ、もう、もう打ち合いてよ、殴る、探し出して殴る。私あんま、あいつかかんの方がいいぜっていうオーラずっと出してるから、あんま叩かれない。それいいなぁ。 いい人も絡んでくれないよ。すごいムカつくんだよね、デブのくせにみたいなこと言われるけど。最後に、ね、怒りのラジオになってきましたけど、ね、この後ちょっとね、ゆうみさんと飲んでから帰ろうかな。はいはいはい、来週も楽しみにしててください。はい、お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。お相手はよしかずのとゆうみねむでした。おやすみ。